こんにちは、中村チャンネルへようこそ。今日もねるさんと一緒にゲームやっていこうと思います。はい、ということでね、本日からね、新しいゲームやっていこうと思うよ。タイトルね、こちら見ていただいた通りアウトラストというゲームでございます。ちょっとアリスがゲームタイトルすら知らないような状態で、ちょっとお前これやれよって言われたので、おーなんだよ、やってやろうじゃねえかというということでね、本日からね、この私何も知らない、タイトルすら知らない私が、ちょっとクリアを目指してプレイしていく。そしてネルはね、横で一緒に怖がりながら、笑いながら、ガヤを入れていくというスタイルでやっていこうと思います。行こう、どれぐらい怖いのか、ちょっと肝試し気分でいきます。では、ニューゲーム。行きましょうかね。これ字幕あるのかな？字幕あるみたいなの見たけど、字幕の設定が私は発見できなかったよ。字幕なかったら英語弱々なので、何言ってるかわかんないから、雰囲気で察する感じになります。アリスの手じゃない、早速ね。いやー、私レベルになるとね、もう左ハンドルも余裕ということですよFNNAC5 聞きながら夜の森をね、探索しましょうか。さあ、どこ着いた。お屋敷、お屋敷、なんか大きいね。ルイージマンション味を感じる。いいんじゃない？怖くない。そこに駐車するのはすごく迷惑だと思う。自己中の極みみたいな。なになになに、ファイル。おーっと、字幕がない。なんだって、ピンチ。ねるさん、ピンチだ。おっと。早速ピンチだ。なるほどね。ノート集めればいいんだよ。了解した。そして、電池。今時炭酸電池のカメラなんて使ってんの？時代が違うんじゃない？なるほどな。13年に発売されたゲームですからね。ほいほいほい。今アリスが操作してんの？いや、全く。カメラ、うん、今の暗視？じゃないかな。そんな機能あんのね。ちゃんと鍵持った？窓閉めた？あら、ホテルマンションみたい。さあ、ここから操作できる。ジャンプできますね。ジャンプ。バックステップも決めちゃうぜ。華麗なね、ジャンプ騒ぎを。あとは、殴るとかないっすかね。あ、しゃがむ。しゃがむありました。だいぶしゃがめるね。すごくしゃがんでる。あとは、殴る欲しいな、殴る。殴れない。殴れないっすね。殴れないわ。あらま。ジャンプと、しゃがむ。しか、私にできることはない。LR とか押してもダメ？ LR？ あ、カメラ！そうだよね。なるほど。じゃあ、屋敷に入らねば、話は進まぬ。きっと。いや、1時間待ってばっかもしれない。やべえな、何それ。魔女の家かな？あと。ああ、行きました。まあ、正面から入るのがね、マナー的な。お、お部屋、一緒、誰かいるね。やってんねー。いいんじゃない。あ、消えちゃった。おねんねですか。あら、無造作に置かれた車。さあ、ラン。私、走れる。これ、走ってる？走ってるね。あー、酔う。ちょっと軸がぶれてるよ。よろしくないね、走り方が。アスリートじゃないね。体の軸がぶれてんのよ。なるほど、でも、ランがある。殴るはないんですかね。殴るが欲しい。さあ、まあまあ、私は人間ができているので、インターホンを押すというね。押す、あれがない。おい、大丈夫かな、これ。あ、開いてないよ。開いてないね。開いてないですね。開いてない。どちらって言うんだよ。招かれてないのに来ちゃった的な。あれや、それですか。帰るか。あれ、設定とか一出たりするの、この状態で。確かに。あ、オプション。オプション。日本語設定どこにないかな。日本、なんかね、今回 Steam で購入したんですけど、一応ね、日本語字幕、1も日本語字幕対応してるみたいな表示があったんだよね。でもさ、ごめんね、英語弱々すぎて分かってんだけど、ジャパニーズとかさ、そういう、その言語選択みたいのがさ、この上のイングリッシュしかないよね。それともここで、日本語
でありましたよ、皆さん。海外では日本語。ああ、日本語感動。ゲーム最初からやりてえ。車で見た資料何だったんだろう。あ、優しい優しい。B になるんだね。ちなみに丸です。丸で鏡だ。はい。あ、オートセーブがありますね。親切設計。いいね。お、あそこからの扉から入るんやろな、きっと。よし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 。いや、勝手口から失礼しますよ。いいのかな、ね、どういう目的で入ってるのか分かってないっていう。開いてねえじゃねえかよ。おい、今明らかにこっから入りましょうみたいな雰囲気だったじゃん。マジかよ、窓から侵入は私はちょっと心が痛むぜ。あ、そしてね、あ、メモメモ、さっきのメモ見れるよ。ちょっと一回見ていい？あの、車の中で見てたメモっすね、これ。すいませんね、さっきあの英語で見えなかったから。さあ、ストーリーのね、なんか、まあ、なんでここ来たかみたいな、うん、あれですね。なるほど。あかんことしてたね、組織の秘密を暴いてやろうぜっていう感じですね。さあ、じゃあこれ、あと登れる、近づけば登れますね。さあね、工事とかで使うようなね、場所に登ってきちゃったよ。一度は登ってみたいと思ったけどさ。あ、姉さん、開いてるよ、窓が。あ、まああれだよね、スキャンダルを暴くためには不法侵入も厭わないというスタイル。OK。 おっと、セーブ中。さあ、安心機能を起動するにはカメラを持ち上げているときに、あ、これ、え、それじゃない、これ、うん、暗ー、え、暗ー、暗いね。え、安心使って、これマジか。あ、見えなー、見えない。暗視使わないとこれ進めないっすね。そうだね、こういうことだよね。え、暗い。さあ、何も見えない。そして電池をどんどん消耗している。さあ、進もうか。あ、明るくなった。やだー、今待って、やだー、コントローラーがブルッてした。ブルッてした、ブルッてした。もうそういうのマジいらねえ。閉じとこうか。あのね、あとは、おー、静かに閉めろよ。生活音うるさい系男子か。え、綺麗じゃない？誰？わからない。神父さん的な、ね。うん、え、どう、あー、なるほど。扉をね。え？何の話？電気が通ってるっていう話？あ、足跡がありますね。あれ？足跡なんてあったっけ？確かあったと思って。なるほど。トイレ。トイレはね、ダメだよね。こっちは？開いてないですね。いやー、いざなわれてるからトイレ行くか。さっきトイレすま。開いてない。うん、あ、開いてないので、いざなわれてるところに行きましょうか。よいしょ。これずっとカメラ見てた方がいいのかな、それともどうだろう。電池食うとか言ってなかった。安心時って、安心時は食うっつってた。え、誰誰誰誰誰、怖いよ。初めて生きてる人間と会いましたね。生きてんのかな、あれは。生きてるとは言い難いけど、いる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 。いるよ。走ってるね。なんだろうね。運動会に行ってんのかな。廊下を走っちゃいけませんって習わなかったかな。あー、やだな。こっちはいけないの？ライブラリー、図書館。どうすればいい？どうすればいい？取っとけばいい？ここ通んなきゃダメなの？帰ろうぜ。これは帰るっていう選択肢を選ぶべきだと思われる。あ、まあ、もう戻ってもいいんじゃないですか？走る、走るか。
迷路なんだけど。こっち？あれ？人？こっち？え？人？え？なに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 ？あ、扉。いや。え？人いるよ。そうね、さっきね、人が歩いてんのが見えたんだけど、うん、いなくなってしまった。ここも行き止まり。あ、ここは無理やり通るとこですね。そうだね。レロフェイク。私が聞いてんだわ、Who are you じゃねえよ。私が Who are you だわ。いや、誰？ I see. Merciful God, you have sent me an apostle. 字幕をくれ。Guard your life, son. You have a calling. エンド？終わり？カン。カメラ撮られちゃった。新しい目標、精神病院からの見ましょう。判断が遅い。入る前からなんとなく察してたでしょ、あんた。チックショーなんだよ。なんなんねえ。カメラは？カメラありますね。あ、すごい鍵かかってる。出れない。ここ受付か。なるほど、正面玄関がそこなんだけど、まあ開いてないし、まあ精神病院だから、やっぱ窓が開けられなくそうなので、え、どうしよう、マップも分かってない。どこ進めばいい？どうしようか。これは？お、入るゲーム見ましょうかね。なんだって。はい、差し押さえ令状。あ、なるほど。だからちゃんと、ね、ね、返しなさいよって。雑か。説明雑か。踏んじゃった。何？人。なんか、ダンサーやなって思って。ごめん。あちゃいてんね。わち。いや、踏んじゃった。あらま。入っていいのかな。てか、こっちなのかな。電気ついてるとね、真っ白になっちゃう。そうだね。うん、奥はなかったね。行きたくない。チラッと覗くには。チラッて覗かなきゃいけないってことじゃん。やだなぁ、なんかいるじゃん。そういうチュートリアルすごくやだ。いるってことなんだよ、それ。やだなぁ、そういうの。やだないよね。いるいるいる、絶対あれ動くよ。お化け屋敷の定番ですよ、これ。動いてんじゃん。動いてるわ。もう動いてる。我慢ならなかったな。うん、もうちょっとじっとしとけ。どうするの、これ。石を投げるとかさ。どうしようね。受付の方でも散策さ、うん、住んでないよね、ちょっと。そうだね。ちょっと一回戻りますね、すいませんね。怖いので。こっち広いよ。どうする？なんかさ、好きなステージから行けるんじゃないですか。行ける場所だ。あかんと思うなー、すーん。あかんと思う。え、どうすればいい、これ。え、いないし。そうそう、トイレも覗くか。しょうがない。ウィッチネス。なんか書いてあるけど、ごめん、あの英語弱々人間には何もわからない。何かのメッセージなんだけど、何もわからないっていうね。わかんないね。わかんないね。恐怖メッセージなのかもしれない。きっと英語わかる人が見たらゾゾゾッとするのかもしれないけど、英語わからない人間が見ると何も書いてあるんだろうなぐらいな認識ですね。先にね、ここから行くのね。そう、ちょっと。あ、セキュリティカードキーが必要です。なるほど。え、てかさ、行き止まりじゃね？いや、道があるか。ありそうだね。ちょっとカメラ外すね。あ、あるね。あそこにいいじゃん。走って逃げますね。行ける？行く。よいしょよいしょ。後ろを見ないと、私は。動いてる。葉っぱを塞がり、おい。
ーシャーって言うんだよ。お仲間かな。いや、きっと、話せば仲良くなれるかもしれない。泣いてる泣いてる、感動映画、涙なしには。いや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 、どうすればいいね、これどうすればいいよ。入るしかないんじゃない。これは行くしかないですね。わかりました、走ります。ではアリス行きます。いやーいやー、えあれしゃがむ、しゃがむ、あれ、え、逆に怖いよ。嘘でしょ、ついてこないの。もう私の心の準備返せ、マジで。この人の周りも調べていいですか。あ、光ってるね。あ、カードキーだ。つまりセキュリティールームに行けってことじゃん。ごめんね、また前通るね、ちょっと走るから許して、ごめん。なるほど。この野郎。チクショーめあ、え、待って、そのチュートリアルメッセージはね、嬉しくなかとよ。後ろは振り向かずに走ろう。大丈夫、私できる子、うん、走れー、いるぞ、頼む、すぐ開いてくれ、すぐ入れてくれ、すぐ入れてくれ、あ、意外と平気、締めさせてくれ、よし、うん、来なかった、お、ゼイ、ライ、なんだっけ、こんな気がする、お、これをいじれってことですね、それ以外は、まあ嫌がらせメッセージしかないということで、あ、メインドアを解除するだって、そっか、セキュリティールームだから、ドアのロック解除ができるよねっていう発想で、コマンドブロック使ってるね、あー、すごい。神父さん、あ、ブレーカーはやめて、ブレーカーはやめてって今言ったじゃん。シス、ロッカーに隠れてるんですか。え、なんで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 、待って待って待って、なんでなんで、え、なんで、え、え、え、さっき私のことを落とした人を。なんか持ってるね。あれじゃない、あの鎖が繋がってるんじゃないから、これが高速グレー。いや、隣開けたらここも開くじゃん。え、いや、チェックガバガバすぎない。え、ごめん、あの開けてほしくないけど、ジェンダー逃げるね。やめろバカ野郎。住むのかな、安心してください、入ってますよ。